ことやってあって、ね、あのすごい仲間もなんか思わない。一番古いお店となっております。53年もこの地で営業を続けさせていただきましたことを重ねて御礼申し上げます。長い間本当に誠にありがとうございました。本日をもちまして長い歴史の一番最後の店長として本当に感謝申し上げたいと思います。重ねてありがとうございます。明日からのお買い物に非常にご不便をおかけすることになります。近隣で仮の店舗でも作って皆様地域のお客様に対して仮店舗でも準備して少しでもご不便を少なくしたいと考えてたんですけども、そういったことも、会社として考えていただいたんですけども、かなわず明日からのお買い物非常にご不便をおかけしますことを会社の代表、店舗の従業員代表としてお詫び申し上げます。非常に申し訳ございません。しかしながらちょっと少し先にはなるんですけど、新しいお店に帰として帰ってきますんで、明日からのご不便をそれ以上の期待に添えるような店舗を作ってまいりたいと思っておりますので、明日からの数年間ご不便をおかけしますけれども、期待してお待ちいただけたらと思っております。本当にありがとうございました。私売り場に出るとお客様の方から店長さん店長さんってお声かけいただきまして、本当に毎日楽しくさせていただくことができました。時にはやっぱり厳しいご意見をいただくこともあったんですけども、一つ一つお客様の声というのがないように日々の向こう側にあったつもりではございます。できることとできないこと正直にあったと思うんですけども、それからもお客様の声、地域の皆様の声を大事にしながら一緒にやって歩いたいと思いますし、数年後新しい店舗を建てる際には皆様の声を十分に生かした店舗作りをいきたいと思っておりますので、今後ともイオンをよろしくお願い申し上げます。我々商品を販売することを通じてお客様に感動を与えれるような仕事をさせていただくことを目標として取り組んでおります。この時間の中で、
我々非常に嬉しく思いますし、本当に感謝しかございません。本日営業は一旦終了するんですけども、また新しく戻ってまいりますので、それまでの4時間ご不便と期待と、ご不便を超える期待に変えていきたいと思いますので、戻ってきた際には今以上により一層ご愛顧を賜りますよう厚く御礼申し上げます。本日はどうも本当にありがとうございました。遅くまでありがとうございました。お会いできないかもしれない。ありがとうございます。